お伝えします新型コロナウイルスについて県と奈良市は今日新たに4人の感染が確認されたと発表しました新たに感染が確認された4人のうち居住地別では奈良市桜井市柏市王子町がそれぞれ1人となっています現在の感染者数は25人でこのうち5人が中等症重症の人はいません 続いてワクチンの接種状況についてです接種の対象となっていない12歳未満の県民も含んだ接種率は昨日時点で1回目が 77.6%2 回目が75.3%となっています前の週の同じ曜日と新規感染者の数を比べると前の週を1人上回っています